はい、こんにちは。今日もですね、昨日に続いておすすめ動画シリーズと、おすすめシリーズということでですね、お話をしていきたいと思います。で、今日はまた映画になるんですけれども、昨日はですね、ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンコンプリートということで、4月10日に発売されるですね、FF7 のリメイクバージョンもあるので、まあちょっとそこにですね、被せてご紹介させていただいたんですが、今日はですね、フル CG 映画とかですね、まあ最新のものっていうところから、打って変わってですね、もう本当に白黒の映画レベルまでですね、遡ってお伝えをしていきたいと思います。何かというと、チャップリンの独裁者ということですね。多分まあこの映画自体はまあものすごくこう知られている人たちも多いと思いますし、やっぱりチャールズ・チャップリンっていうのをですね、ご存知の方たくさんいらっしゃると思います。まあ志村けんさん、最近亡くなられたですね、志村けんさんなんかっていうのも日本のチャップリンだみたいなこと言われてたと思うんですけど、ね、やっぱりまあコメディアンといえばチャップリンみたいなところがあったりはするんですが、まあこれはですね、当然そのコメディも含まれながらもですね、やっぱりこう後世に残したいまあセリフというものが、まあ、たくさん、まあ、映像も含めて、シーンも含めてですね、まあ、たくさん残っている作品にはなるんですけれど、チャップリンの独裁者というですね、まあ、ちょうどこれが1940年の作品ですから、まあ、第二次大戦真っ最中ですよね。第二次大戦が39年とかから始まってますから、まあその真っ最中の中でチャップリンが散髪屋の親父とですね、それからまあ独裁者の両方を演じたっていう作品になるんですけど、まあ、これも今日シンプルに紹介します。もうぜひ見てくださいとしか言いようがないんですけれども、僕個人的にですね、印象に残っているシーンがまあ2つあってですね、1つが、独裁者側の方でですね、チャップリンが地球儀ですね、地球儀をまあ手とか足とか体の一部でポン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 跳ね飛ばすシーンとかがあるんです。まあ言ったらビーチバレーをこうポーンポーンってやるようなシーンがあってですね、まあ所詮ってこういう形したらあれなんですけど、やっぱり地球ってまあその程度軽く扱われてるんだなっていうようなところがまあ個人的にすごく印象に残ったシーンです。独裁者からしたらですね、地球ってこんなに小さいしこんなに軽く跳ね上げられるもんだよって、まあ、そこに込められた意味が一体どういうものなのかっていうのは、まあ、それぞれ人それぞれの解釈なんですけど、僕個人はそういう解釈になったというようなところ感じですね。で、もう一つがですね、もう本当に最後の最後の方のシーンなんですが、チャップリン演じるですね散髪屋、まあ、さっき言ったそれぞれの散髪屋と独裁者側の方の、キャラを演じてる中でですね、まあ、当然同じキャラ演じてるのでうり二つだからから勘違いされたわけなんですよ。この独裁者の側だと散髪屋さん演じてた方のキャラがですね、でぜひ軍を奮い立たせるために、演説をしてくれっていうことで登壇をして「俺何喋ったらええん?」みたいな感じになるわけなんですよね。はい、で、そこで大体7分か8分くらいですかねの演説をしたりするわけなんですが、まあ、その演説っていうのがどちらかというとですね、軍を奮い立たせるために敵国を倒せっていうような風に言うというよりも、どちらかというとみんなのやっぱり力っていうものを平和とか家族とか、これからのために使っていくべきだと、争いっていうもので、自由をなくしてしまうのではなくて自由のために戦おうというようなですね言い方をしていると、Those who can hear me I say to do not despair っていうようなですね、As long as men die liberty never perish とか言ってですね、自由は決して滅びないとかですね、You are not machine, you are not carrot, your man, you the people has power, the power to create happinessっていうですね、君の力っていうのは、幸せを作るためにあるんだよとかですね、お前はマシンでも家畜でもないと、君たちは人間なんだっていうふうにですね、人間なんだからその力っていうのをただ単に人と人を傷つけ合うために使うんではなくて、お互いの幸せのために使うべきだっていうことをですね言っていくっていうシーンがあって、そこの、6分とか7分8分とかっていうワンシーンを見るだけでも非常に価値があると。実際この映画125分くらいですかね、120分から130分くらいの間だったと思うんですけどっていう作品なんですが、そのたった6分から8分くらいの演説を見るだけでも十分価値があると断言できるですね作品になりますんで、ぜひですね皆さんもチャップリンのですねこの「独裁者」という映画をご覧いただけたらなというふうに思います。ということで、本日はもうシンプルなんですけれども、その2シーンをご紹介させていただきましたが、そのシーンのためだけでもですねぜひ映画1本見ていただけたらなというふうに思います。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。